はい、皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるカイザーです。今日はね、バンダイのプラモデル 30mm シリーズでね、最近発売したものを購入してきましたので、今日こちらのねレビューになります。何買ってきたかというとこちらになりますね。はい、 30mm で、レベルノバグリーンになります。まだね、あの 30mm シリーズはね、結構一つのプラモデルでもあのいろんなカラーリングが出てるんですけど、今のところね、このレベルノバはね、グリーンしか出てない感じですね。はい、説明書はこんな形になります。 30mm144/1 レベルノバグリーンという形になります。ちょっとね、今までの、あの 30mm の中に出てくるね、あのロボットとしてはね、珍しくね、ちょっとこういうあのごつい感じのね、ごついというか全体的にフォルムが太いね感じのものになります。パッと見ね、ガンダムに出てくるドームあたりがね、近いんじゃないかなと思いますね。はい、でね、こちらね、中身ですね。今回ね、このレベルノバと同じ、タイミングでね、もう一体発売してるんですけど、そちらは購入しなかったんですけどね、まあいろんなね、あのプラモデルと組み合わせると、スタイルが変わりますよという形で、これはね、他の動画でもお話ししておりますが、30mm はね、3mm の穴が、ついております。まあ、こんな感じで書いてありますね。3mm のあのね、穴がついて、あの開いているんで、こういう感じでね、あの、他のプラモデル、まあ、他のプラモデルっていうか、この 30mm シリーズの、他のね、ロボットがね、パーツが、転用できるという形になっております。そうするとね、こんな形で、あのまたちょっとね、変わった改造ができますという感じになっておりますね。はい。でね、一応、こちらに載ってましたかね。はい。このね、レベルノバに関しては、こんな感じですね。ランナーに関してはね、すごく少ないです。1、2、3、4、5、6、7、8という、ポリキャップ入れて8なんですけど、一つ一つもね、まあ、こんな感じでもう本当に少なくなっております。あと 30mm の、一番の特徴はね、はい、こんな感じで、プラモデルのね、説明自体はこんな感じでね、あの、組み立てる順番が書いてあるんですけど、もうね、簡単にできるプラモデルなので、簡単にできる人はこんな感じでね、ペラ1であります。スムーズに組み立てができます、挑戦できますという形で、こんな感じでね、ロボットがいて、上腕部、顔、あとね、足手っていう形でね、こんな感じでね、直感で組み立ててみましょうという感じでね、乗っております。はい。まあ多分ね、これ左右のね、あの、右と左のね、あのパーツが共通になるんでね、例えば足なんかは2個作りますって形で、右と左、右手左手、右足左足って感じで、これはね、左右がないんでね、左右対称のパーツになっていて、関節のところがね、まあ、どっちかに倒せば右足左足という風にできるようになっているので、まあ、適当に作ってもね、まあ、作れますという仕上がりになっておりますね。はい、じゃあ早速ね、作ってみたので、じゃあこちらをね、見ていければなと思っております。はい、完成品がこちらになっております。どうでしょうね、ちょっと近くから写しましょうかね。はい、完成品はこんな感じになっております。どうでしょう、やっぱりね、ドームに近いようなねフォルムですよね。背中のバックパックを持ちましょうか。はい、こんな感じでね、で顔がね、あの、まあ、ドームというかね、単影ガンダムに出てきたねスモにもね似てるようなフォルムですね。スモにもドームにも似てるといった感じで、なかなかね、あのかっこいいフォルムですね。で、あとさっき言った通り、この肩とかね、このね膝のところにね、3mm の穴がついております。これで他のねプラモデルのパーツがね、プラモデルじゃないですね、この 30mm の他の、あのロボットからね転用できますという形になってます。はい、で後ろですね、後ろのフォルムはこんな形になっております。背中もね、かなり、はい、背中もね、このバックパックもね外せるんですけど、バックパック自体にもね 3mm の穴が開いております。ちょっと1箇所だけね、2箇所かな、何箇所かはね、ちょっと穴が大きかったりちっちゃかったりしてるものもありますけど、まあね、そんな感じで、とにかく他のパーツが転用できますと。
で特にね今回のこのね、レベルノバと言っていいんですかね、足ねこちらがね本当にドームですね、ドームを彷彿させる、フォルムになっておりますね。こんな感じでね、はい、また正面からになります。はい、こんな感じでね、あとねこちらがね、まあ、ドームバズーカに、似た感じでね、これはライフルになってますけどね、まあ、こんな感じでねかなり、今までのシリーズではなかったね、太めのね、ものが出てきましたということでね。でね、30mm のね、あの特設サイトリンクに貼っておき、概要欄に貼っておきますけど、ついにね、11月かな、あの年末にはね、ナイトシリーズっていうのが出ますね。 30mm はね、ちょっと前までにね、まあ、あのこちらの後ろの方にありますけど、ちょっと前にね、あの忍者とかね、武者とか、あとくのいちっていうシリーズが出てたんですけど、今度はね、ナイトね、洋風なね、あの騎士シリーズがね、騎士みたいな形のものが出てきたんでね、まあこれからね、いろいろシリーズが出てくるかなと。ちょっと前にはね、あの変形ができるね、なんかマシンみたいなのも出ましたしね、ちょっと 30mm はね、なんだろう、新しいものがちょっと出る感覚がね、なかなか遅いんですけど、まあいろいろね、その時その時、あの忍者であったり、ナイトであったり、こういうコンバット系であったりと、あとは変形ができる、あの SF 系であったりとね、まあ、結構いろいろシリーズが出てますんでね。で、しかも、パーツの転用がね、可能というのがね、特徴的になってますんでね。これ良ければね、ガンプラもね、だいぶ変えてきたんですけどね、なかなか変えなくてね。で、結構こっちの 30mm もね、ひそかな人気があって、なかなかね、変えないんですけど、そんなにね、通販サイトでも、高値で売ってるわけじゃないんでね。まあ、見かけた時はご購入してみたらいかがかなと思っております。はい、以上となります。今日はバンダイの、プラモデル 30mm シリーズのレベルノバグリーンが、発売しましたので、こちらの商品レビューになっております。はい、こんな感じでね、レビューしておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またね、こちらの動画良ければ高評価お願いします。はい、こんな感じでやっております。はい、ご視聴ありがとうございました。てるてる百貨店、てるカイザーでした。バイバイ。